昨日セミの羽化を見たよ、ワニくんです。ええセミの羽化知らない？あ、羽化、羽化って言った、羽化抜け殻見たことある？なんて言ってるか分かんなかった羽化、羽化ね。あ、なんだっけ、抜け殻見たことある？あります。そうそう、あそこから出てくるやつ。へえ、出てくる瞬間を瞬間見てたの。すごい、すごいでしょ。ワニくんです。どうも、どうも、たくんです。どうも、海のすずめですこれです。やろう、今日もやろう。ビアードドリル、パッシングゲート3、はいはいはい、そしてメカニカルブリッジを使うやつ、多分やりながら説明した方がいいと思うんで、うんうん、はい、やっていきましょう。やりましょう、はい。この本によればこの本によれば、メカニカルブリッジを使って手玉をついて、あの的玉の間に戻ってくるようにまっすぐつくということですね。そうだよ、たくん声変わったダンディーに憧れてる。かっこつけてみようかな。はい、どうでしょうか。オッケーでしょ。オッケーか。え、違うのか。あ、まあいいのかな。いいっちゃいいのか、うん、通ればいいのか。なんかでももう一回撮ってほしかったよね。帰りに当たっちゃったからね。あ、そうだね。でも 本にはそんなこと書いてない。本にはそんなこと書いてない。この本には書いてないよ。誰だよその本この本にポイントが書いてあるんですよね。ポイント、あ、聞いて聞いて。構えた時にタップと手玉の距離が遠いとミスが起こりやすくなります。僕ね、よく見るんだけどね、そうすると引いてレストを打つ人が結構いるよ。レストを打つ、うん、そう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 だよ、ね、そうそう、いや、近すぎて。ああ、まあでもそれぐらいそれぐらいは大丈夫じゃないか。よし、じゃあ2回目いくか。はい、いきます。おー、おー、まっすぐつけてるね。うまいね。オッケーっぽい。オッケー、ちょっともう一回、じゃあさ、タック一回さ、ちょっとお手本やってみてよ。私？うん。で、スズメちゃんにさ、持ち方とかこうやってこんなんだよと。僕こんぐらいに置くかも。うん。近いの。ベスト下手だからな。おお。持ち方は。うん。何本で持ってるの？で、五本全部ついてるね。全部ついてる。ちょっとスズメちゃんなんかね、どうやって持ってた？二本ぐらいで持ってなかった。あ、そう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 。全部で持ってますね、僕は。全部で持ってるってよ。全部で持つのがいいのかい？知らないよ。知らないよ。いや、まあ、全部じゃん。あと、こうならない方がいいって聞くよ。そうなの？スルカ選手なんかそんな感じじゃない？え、これ正しいかわかんないけど、うん、この方が横ずれしやすいと聞いた。おー、なるほどね。結構肘を下に持っていった方が横にずれにくい。はい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 、はい、言いましたけど本当なんだろうか。僕はね、レストについて何も聞いたことがないんだよ。なんだよもう絶対使いたくないじゃん、なんかそうだけど、練習でしょ。あ、そうか、まあ、普通につければいいよ。だからプロになるっつったらさ、ちゃんと考えなくてもいいけど、顔の前で構えるといいよ、顔の前。あ、そう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 、そう、なんかピノキオみたい、ピノキオになった気分で、こう鼻の前でさ、あ、ピノキオ、そう、ピノキオ知ってる？そうそう、嘘つきとかさ、鼻伸びるやつ、え、知らないの？これついてみて、失敗しやがれ。どうだろう、ギリギリ、ギリギリセーフだよ。よし、じゃあそれを踏まえてちょっとスズメちゃん行ってみよう。フリップはタックのように、そうだね、そしてピノキオスタイルで、そうだ、なんかちょっと違うけど、どうだいいか、何かが違うんだよ、大丈夫か、もう一回構えた。あ、そうかな、うんうんうん。あ、いい、ピノキオ、あ、なんか、よさげ、よさげ、体と一緒に、あ、ピノキオだからか、ピノキオだからこうやって動いてる。大丈夫か、体も動いてってこと、うん、そうそうそう、ああいう感じでやつあまり体は動かない方がいいんだ、動かない方がいいよ、そうそうそう、ゆっくり、ゆっくり引いて、よし、よし、
どうだい僕たちのアドバイスは。悪くなってないか。悪くなってるじゃないか。今のは 何かの間違いだよ。小指を立ててもいいよ、じゃあ。じゃあ小指立てていいですか。別に絶対全部の指使わなきゃいけないわけじゃない。うん、そうだ、ね。うん、いやー、小指立ってるとかいいよね。いや、いや本当に言ったかと思った、今。おおどう、いい、いい。いいね、いいね。すごい、まっすぐつけてる。僕より上手いよ、これ。うん、まあまあまあ。難しかったのは、うん、あれ、あれ。取るよ。どれ？あれって何？メカニカルブリッジを使うと力加減が急に分からなくなる。なのでちょっと強くつくのが難しいかなって思いました。はいはいはい、強くつくのは難しいよね、あれ。優しくなっちゃう、どうしても。離せば長くなるんだけどね。あのメカニカルブリッジを使うと手玉の位置をよく理解しないままついちゃってて、一番いいスピードの時があるんだけど、それが終わってからみんな手玉に当たっちゃうっていう。ああ、加速が終わって、そう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 、遅くなってきた時にコツみたいな。そう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 、そういうのが多いよね。全然強くつけないみたいな。そう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 。だからタックなんかあのレストとメカニカルブリッジと手玉の距離が短かったけど、あんだけ短いとミスしないと思う。ああ、そう。レストついちゃうけどね。多分僕はレストが下手だから、自然と失敗しにくいように近めの距離でいつも使っている気がする。うんうん、なるほど。まあもうちょっと俺は遠いけどね。まあ、好みなのかな。うんうん、だから自分がつきやすい距離を探した方がいいのかもしれないね。そう。だから予備ストロークの段階で、なるべく手玉に近づけといてから引くと。ね。最後のストロークの最後引く前があるでしょ。最後引く、そうそうそう、その時にその前、はいはい、その前の時に手玉に近づけといて、そうそう、ここでつくんだよっていうところを理解しておかないと。ああ、そんなことも本に書いてあった気がするな。あ、そう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 、すごい、本を読むのに何でも解決するんだよ。手玉との距離感をつかむために構えたときに手玉とタップを一度接触させてみてもいいと思いますって書いてある。おー、なるほどね。それで距離感をつかんで、どこで一番強くつくか。それせや。そうだね。一回触ってみるっていうのね。はい。手玉の場所をみんな理解してないんだ。この動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。次はポケットするよ。ポケットね。